パラノーマルパパラッチ、サウンド、ライト、カメラ、アクション、装備を駆使してゴーストを特定しろ。ということで、今週のチャレンジです。はい、ということで来ました。パパラッチチャレンジ。これも何度かやったことあるんですが、ちょっとやばい変更が加わってます。マップがポインティングホープになってますね。ダメですよ。もう研究結果出てるんで、東大でパパラッチはしたらダメと。しかもこれ噂によると、まあ当たり前ではあるんですけど、もうブラッドムーンがチャレンジでも来るよと。だから 4% 引いちゃうとえぐい条件でやらないといけません。まあけどね、もう最近の配信で1回引いちゃってるんで当分来ないと思います。ということで、レッツパパラッチ。これは僕の天職かもしれないね。なんせ見つけれるから。さあ始まりました。今白い息吐いてたんで、おそらく天候は雪ですかね。で問題は、あー、アイテムがちょくちょくないね。うわ、けどちょっと待って、温度計ないやん。嫌ですねこれは。そしたらもう呪いのアイテムチェックするプランにしましょう。まあ、それこそウィジャーやったり鏡やったらね、現場すぐ分かるんで、ちょっとそれを期待していきたいと思います。ということで、1戦目お邪魔します。まずはブレーカーが最初からついてないですね。お、いいです。入り口付近にありました。よし、そしたらもう早速探していこう。呪いのアイテム、タロットありません。鏡もね、4階にウィジャーがあるんですけど、どうですか？あってほしいです。あー、ないですね。びっくりしてない、ガス出してる。ちょっとやめて、死ぬ死ぬ死ぬ、全然止まらんねんけど。何これ、やばい、ガス止まらん。あ、止まった止まった、よかったよかった。はい、ということで現場ここですね。ラッキー。ちなみに、あ、呪いのアイテム猿の手じゃん。悪くない全然。よし、じゃあちょっともう現場変わる前にサクッとアイテム運びたいと思います。いやマジでこの上らへんの現場の時の距離が遠い。これソロやときついんすよねマジで。はい、ということで、うー、物が飛んでますが、おそらく今回は3つ証拠出ると思います。なんで調べていくんですけど、ただ今回ね、 EMF と温度計がないんで、ちょっとねそこどうするかっていう話ですよね。とりあえずスピードやります。もしもし、どこにいますか、どこにいますか。OKOK。 まずスピードは出た。うわー、ここ紫外線つくとしたらライトのスイッチしかないかな。まああとロッカーかも。ポルヤやばい、今の過去1レベルの飛び方してた。はい、ということで、普通のゴーストやったら物をね1個しか飛ばせないんですけど、ポルターガイストのみ今みたいな感じで一気に物を飛ばすことができます。やば、いやマジで超わかりやすいやつ来たねえ、おじいちゃん。あ、おじいちゃんありがとう。まあじゃあちょっともう帰るのもめんどくさいんで、死んで帰りましょう。なんか姿を見たい。なんでピック、知識が得たい、知識が欲しい、知識くれ。うまいこと言った試しがない。毎回ちゃんとテキストにしないと。まあ適当に知識が欲しいあたり行きますか。はい、行きますよ。うわ、すごい、しかも全部消えてる。 EMF が消されたことによって、やべえ、今日絶対運いいわ。はーい、素晴らしい。いや、ちょっと今のはね、かなりレアなものが見れてめっちゃ嬉しいです。はい、さあ、ということで2戦目やっていきましょう。今回霧ですね。なんか霧はこの灯台とめっちゃマッチングしてていいですね。さあ、2戦目でチェックしたいのはやっぱり、うわうわうわ、こんにちは。あ、やばい、くしゃみが出ねえ。めっちゃ出ると思ったのに、すごいよ怪奇現象が。まあ、ということで現場もここですね。ありがたい、もうじゃあやっちゃおう。やべ、テキストになってる。一応超常現象は同じ階層でしかできないっていうルールがあるんで、ワンチャンこっちかもしれないですね現場は。とりあえずブレーカーはつけに行きたいと思います。いやけどブレーカーつけに行く意味もないか、温度計ないし。あ、じゃあもうこんまま頑張るか。あー、まあけど一応ね、白い息吐く可能性があるんで現場やったら、まあ上げた方がいいっすね。まあただあえて上げない調査で行きます今回。どうだ、オーブとかあったらねめっちゃいいんですよ、現場わかるから。動いてる動いてる動いてる、この辺だ、この中か。あ、オーブ見つけた。
ありがてえ、めっちゃ現場近いっすねこれ。どうしようかな。お、扉も触った。2回目消した。おー、紫外線もある。オーブ紫外線入れて。おー、絞られますね結構。ちょっとね、氷点下だけがマジ、こんにちは。氷点下だけね見れないんで、ハントゥね、もうハントでばっ、ハントなくなった。バケかバンシーの二択なんですけど、まあ一応ミミックもあるか。僕的にね、かなりバンシーやと思ってるんですよね。なぜかというと歌う超常現象がめちゃくちゃ多いから。まあハグしに行ってもよかったんですが、一応念には念をでもう一個証拠出しましょう。ちなみにバンシーやったらドッツだ。なるほど。うん、もう正気度 50% 以下ですね。今回安定剤がないから、もうここからはねハント祭りなんですよね。どう、走ってくれたら確定やけど。まあ、逆に、バケを削ってもいい。うわ、バケやったら EMF やん。無理だ。いやー、じゃあもうドッツ出すしかないか。まあ、それか紫外線の秒数を測る。本当にね、ちょっと十字架とかスマッジが一切ないんで、守る系がないんですよね、今回。まあ、だから、長期度はね、下げないような立ち回りをすることがいいと思います。まあ、僕はもうめんどくさいんでそんなことしないんですけど。ちょっともう一回ガチャやってくれんかな。うわ、ついてるけどこれね、時間測れないね、ちょっと。まあ正直点滅変わる、点滅っていうかそのハント中に姿化け狐やったら変えるんですけど、それ見てもいいんですけど、ちょっとスマッチがないからね、点滅変わるまで見切れるかっていう部分ですよね。あとね、結構このチャレンジね、ハント時間短いんで、うん、終わってるやんな。そこはありがたいですよね。どうだ、ガチャしてもう一回。ガチャ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 プリーズ。けっ、今ドッツ映ってたくね、見間違いじゃないよね、おそらく。3、4、5、23。うん、無理だよね、無理だよね。うん、じゃあちょっと待って、点滅見るわ、点滅見る、みんな気合で。一定時間で変わるから見た目、点滅。あー、もうそろそろ変わると思うよ、バケやったら。うん、変わらないやんね。だってあなたはバヌシーだからね。素晴らしい。さあ、ということであっという間にラストです。うわ、雨降ってるけど大丈夫やんな今回。ちなみにブラッドムーンやったら雨降ってるんですよね。セーフです。あ、フリーズ。ブレーカーはちょっと、あー見れますね。今回は2階にあります。OK。 あ、でちなみに EMF はアクティビティ見たらわかります。はい、確かハント来てない状態で12ゲージがいったら EMF5 やったかな。ちょっとね、あんまり僕は使わないんでわからないんですけど、多分編集でちゃんと出てるんで、その情報で皆さんやってみてください。普段はねもうあそこバッキバキに割れてるんで、あんまり意味がないんですよね。あ、てかちょっと待って、呪いのアイテムチェックするの忘れてた前回。けどまたタロットはなかった。鏡はないね。うわ、猿の手固定かなこれ、もしかしたら。まあありがたいような、ありがたくないような。あー、固定ですね多分。うん、なんかちょっと気持ち悪いな、めっちゃシワシワで。どうしようかな。そしたらね、もうね現場探すのちょっとだるいんで、あれ使っちゃいますか。ゴーストを閉じ込めたい。これをすると自分のいる場所の扉が閉まるっていうのと、ゴーストがいる場所の扉も閉まるっていう能力で、ただね今僕がいる場所扉がないから、ゴーストの場所を一方的に閉じ込めることができるんじゃないかと思うんですよね。ということでゴースト閉じ込めたい、いきます。せーの、はい。上はもうないから、上が現場やったらもうしゃあないということで。どうですか。うん、全然閉まってないよ扉。ここは、うわ、開いてる。やべえ、この辺もないから、あ、全然意味ないかも。ワンチャン下の可能性ある。また入り口付近が閉まってる可能性もあるんじゃねえですかって。どう、閉まってるんだよね。閉まってる閉まってる閉まってる、いるそこにみんな。なんならせっかくやから足音聞くか。これこの辺とか隠れれる。ちょっとあんまり灯台の隠れ場所、怖すぎ。足音超普通だみんな。めっちゃすごい音してるよ。よし、じゃあアイデアを持ってきます。
そう、こんな感じでハントやったらね、アクティビティ10いくんで気をつけてください。さあどうですか、オーブは今回はなさそうっすね。そしたらもうドッツ置いちゃって、ライティングも置いて、スピーボーやります。もしもし、どこにいますか、もしもし、なさい。めっちゃ喋ってくれてる。フリッチ。さあ、ということで、スピボ入れると、はい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 。もう足音普通やったね。モーロイデオヘン、ツインズはないですね、確定で。お、2回目消されたし、ライティング閉じられましたね。じゃあライティング出ないや、今回。証拠3つ出ると仮定すれば、しっかりね、消去法使えるんで、ライティングも消して。まあ、オーブもなかったかな？まあ一応もう一回見るんですけど、ないから、オーブも消去法使っちゃうと、おー、結構絞れるよ。ミミックもないですね。もう特性としてオーブ絶対出すんで。2択だ！あ、じゃあもう、ハント中の点滅さえ見れば、ドッティです。ドッティということは？まだ決まってません。EMF やったらレイスで、紫外線やったらファントムか。まあ EMF は無理なんですけど、紫外線はいけます。ただまあ職務3つ出しても面白くないと思うんで、あえて猿の手でハント起こして特定しましょうか。よし、ということでゴーストが見たいとかやってもいいんですけど、これをやるとね、代償でめちゃめちゃ視界が暗くなるっていうのがあるんで、なんでここはもう通常ハントを待つっていう意味で、まず小軌道に戻りたいですよね。これをするとも強制で小軌道が0やったとしても、100やったとしても50% になります、正気とか。まあけどね、50% ということはもう来るということですよね。なんならこれにプラスで天候も変えちゃいます。まあ、日の光が欲しいっすよね。うん。さあ、もうこれ 25% にはなってるんで。OK。さあ、これで下行ってると、おそらくハントも始まってると思います。見て、この、もう隙間から見えるこの景色。ええんも。うめいてます、誰かが。あれ案外始まってない。あれ全然来ないな。あ、てかさ、こん中入って見れるんじゃう。ほら、この隙間から。いや、ちょっとけどなんか身長が中途半端。もうちょいちょかがんでほしいな。これ来た、来てないわ。全然扉触っただけ。あれ、これ、でしょ今のは。レイズはね、調査員のところにワープしてくるんですよ。今のはまさにワープハント。はーい、大正解です。いや、今日はポルに続き結構ゴーストの特性が分かる部分見せてくれましたね。ということで、いかがだったでしょうか。まあ今回のチャレンジは証拠3つ出るし、呪いのアイテム猿の手も固定かな、多分あるんで、かなり簡単だと思います。まあただちょっとマップがね、僕の時は2回玄関付近があったんで楽やったんですけど、一番上とかなったりする可能性もあるんで、その部分がだるいかなと思います。はい。まあけど現場さえね、本当に見つけたら証拠出して、足りない部分はハントで補うと。ぜひやってみてください。この動画参考になった、面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録の方お願いします。ということで、以上今週のチャレンジでした。ありがとうございました。 I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.